教えるとは、学ぶとは、伝えるとは何か、ご講義くださいますようお願いいたしますと。最後ですよ、パッとこれが現れるんですよ、これ蝶々が現れるんですよ。どうです、この変化っていうの、誰かがやらせてるんですか？我々自身が魂を教育直後に打ったようなもんですよ。教育とは上から権威あるものが教え諭す営みなんだという観念がですね、ものすごく深く入ってると思うんですね。